そんな役回りだわ、まったく。だったら一緒に朝日ちゃんに投票してほしいんだ。運命は明後日の夜、絶対に裏切るなよ。なんでよりによって朝日さんなのよ。朝日さん、とりあえずベルト緩めて膝をこっちに持ってきて。わかった。何か困ったことがあったら何でも言ってね。またそれだ。なんでそういうことが言えるんですか。だって私たち友達じゃない。友達か。ああ、もううざいうざい。私が私じゃないみたいだ。おいおい、何を善人ぶってる。欲しいものは人を蹴落としてでも手に入れる、そういう生き方を選んだんじゃないのかい。そうよ、私は欲しいものなら何だって手に入れる、そういう女なんだから。アリンちゃん。おーい、朝日さん、レイコさん。ちょうどよかった。よかったら3人でパピコ食べない。それ2人で食べるものですよ。せやで、レイコ。そしたらうちのあげるわ。え、これで貸し位置やで。嫌だな、こういうの。何が。青春かよ、まったく。そうよ、ブルースプリング。いや、すぐベッキー構文にすな。え、うちが。はい、そうです。今4票。まあ仮に私が入れなくても3票固まってるので戦況は厳しいですね。そんな。これで借りは返しましたからね。ちなみにその3票は。小田がね、エリナちゃん、そして唐沢さんです。唐沢先輩が。ひどい。アサヒの友達だって言ってたのに。友達。え、彼女って言ってなかった。え、いや、なんかフレンドって。フレ。あ、ガールのフレンド。いや、ガールとは何のフレンドかはちょっと。うわ、ほんまにひどい。本当にこんな仕打ち、ひどすぎる。ほんま、私のことを心配して、ひどく優しい男。ん？え？え？わざと私を落とすことにより、他の男から私を守りたいのね。この束縛野郎。朝日。いつもそうや。家でしか会わない。終電で帰らせる。本当に過保護なお方。それって、ただのセフレじゃ。マリちゃん！シー！ああ。でもそれはうちも同じ。決めた。私、唐沢先輩に投票する。え？向こう3票、こっちも3票。相打ちでこの番組から降りる。死なばもろともや。なんか、勝手に決められちゃったけど。朝日がそれでいいなら、ね。え、まあ、はい。よし、じゃあ明日の投票はこれで決まり。3人で、雪見大福でも食おうか。それ、2人で食べるものです。